プロ野球選手になるって言った時に現実見た方がいいよとか、なれるわけないって言われましたけど、絶対なるってずっと思ってましたね。自分の心は自分で決めることなんで、周りに流されずに自分なら絶対できるって信じて前に進んだけですね。ストレス緩和、睡眠の質向上、ヤクルト1000、科学するヤクルト。